はい、キララファンタジアです。始まっちゃうんですよ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。はい、ということでメインクエストですね、今回はやっていきたいと思います。第1部、これは7章ですかね。まだ 34%、11節なんで32、3節ってとこですかね。みんなを仕切るなんてできるかしら。うまくできるかな。フレーフレー。やっ、年低くなってますからね。もう痛い目見ろ。痛い。よいしょ、これ一体になった。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。やば、今は我慢の時だね。ダメだ、死なせないぞ。よし、ちょっとしぶとくいくぞ。マジか。あとは任せて。私たちで頑張ろう。せーの。アホか、なんでだよ、魔法で出せよ。さらだか。あたしに何かしたら次のターンでしばくぞ。これが未来のアマンサー社長の力。
ここでみんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って、あとは任せて。もう痛い目見ろ。どうかな、聞いたかな。どんどんコーヒーハミツが増えていく。コーヒーハミツレベル8。おっと、よし覚悟しろ。残り1体止まらず、諦めないで。いった。今は我慢の時だね。立ち止まらず、諦めないで。ここは任せて。使いません、マザーを。殴ろう。反省が足りないようですね。終わったわね。さあここで73に上がりました。ユーザーランクは73になりましたので、石を20個いただきます。さあこれでメインクエストが続けていきます。13章です。今度はですね、火属性ですね。この辺のものです。もう属性。クエストへ出発。なんだろう。怖いです。気合を入れて。当然結構硬くなっている。私も頑張るから。守りもしっかりしなきゃ。悪さは許しませんよ。気合を入れて、いざ。結構しぶといね。入ります。ダイヤリー、協力。うわぁ、今も助けてくれた。私のつぶしは人間ダイヤリー。またお願いします。いっちゃえ。きっと大丈夫。ここでチェンジ。こっちかな？
長引きそうかな。やむを得ないね。モーリー、あげよう。レッツチアアップ行きましょう。18,000。ワンフォーオンだね。さあ14節、引き続き小羽がなちょっと不安ではあります。再度チア、チアパワーだよ。張り切っていこう。とりあえず早く倒しとこう。強い。打たれ弱くなってる。どうしよう、変えるか変えないか。いきますよ。こうやってこうして、いい感じ。強い。しかし一体残る。もう一回です。しかしこれはちょっとまずいな。
かな、聞いたかな。通常攻撃なのに。当たってください。きっと大丈夫。反撃ですけどね。私だってやる気ですよ。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。容赦はしませんよ。倒しました。どんどん行こうぜ。これ14節クリア。ここまでしようとするから15節、今度は水属性か。リゼ行くか、めんどくさい。ストーリーモード、メインクエストが少ないですね。バトルが多い。守りもしっかりしなきゃ。これで決める。やられてるな。守られてばっかじゃダメだよね。何を。しばり弱すぎる。今は我慢の時だね。すぐに死んだ。早い。この技なら、これなら。よいしょ。みんなの力になれますように。私から行きます。ビームですね。ラテアートと言いつつ、ラテアートかっこビーム。
るぞ。踏ん張りどころだな。ふん、ヤフン、ヤフン。詰められますが強い、やっぱり打て強い。です。少し待ってください。セーラーテアートが10にアップした。テアート括弧 B の。どうぞ。やりましたね、お疲れ様でした。やっぱりミス属性の相手に弱さはありますね。ちょっと母体しどうな、シマリンが今弱すぎる。スロースタートの子も島に落とすわけはいかないからな。意外とあるんですよね。平気です。あ、守りが意外と弱い。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。時間はかけたくありません。どうかな、聞いたかな。平気です。守りを下に行くしかないです。守り技術には注目していたのよ。経験は無駄じゃなかったね。みんなごめん。受けてください。やばいやばい。平気です。これ以上やられないために。チェックメイトですよ。
少し待ってて。吉田浩司でしたよね。やりましたね。お疲れ様でした。凛と中後ろが。もう一回だけ行きましょうか。いや、これチェンジしないとまずいな。この体勢で行きましょう。ボール。私もご一緒させてもらおう。倒せるな。知能が強い。勝ててよかったです。カチコチすぎますね。今度は水属性なんで土属性です。私もついてっていいですか？お手並み拝見。硬い、とにかく硬い。応援の力はすごいんです。外周一色。これは最大の防御。これと全滅させ合えってことはやっぱり結構強いですからね。強そう。どうか
えるか。アフタヌーン、了解した。まずは在庫を取り寄せ、必要なものが台車とリーセット、茶葉とケーキスタンド、準備、お菓子と準備、あとは提供するだけ。これはどうしたのか。ダメですね。あ、いや、やったか。次も勝つ。まだあるんだ、カチコチ。ストーリーネタがなかったのか、これ。出発。甘くできるかな。かゆち。きっと大丈夫。応援の力はすごいんです。攻撃は最大の防御。こんなことでよければ、お願い、間に合って。きっとと回収一色、地面かけとけばよかった。ちょっと自分がやばい。これなら、かゆち。健康一滴。痛い。あばば、ごめんなさい。それ。これ一体になった。自身にかけとかないと。自身が今一番弱い。誰も怪我させません。これなら、きっと大丈夫。あ、やばいやばいやばい、そんな時間が残ってない。敵を知り己を知れば百戦危うからず。アフターヌーン、了解した。当然の結果。対抗できますからね、使い勝手がいい。キラークファンタジアをクリアが単位、コンテンツルームによってクリエクラフトを受注できるようになりましたということですね。
今回もうカチコチですかということで、キララはもっといいし、なんだそれ、ああそういうことか。これでもうカチコチですわ、終了です。ちょっと忙しく助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。石をたくさんいただいたので最後にガチャをやっていきましょうか。召喚、おはようございます。今日も頑張りましょう。ホワイトデーピックアップ召喚第1弾、バレンタインデーもホワイトデーも15日前ですね。今更バレンタインデー。開きますよ。みんなが来ないですね。お、1000以上だ。死んだな。シャロだ。こんなシャロあるんですね。いいのは来ません。お、星4以上。星4か。引っかかった。お、まただ。これも星4だ。遊魚。シャロよ、アルケミストになったみたい。そうね、もし不思議な力をいろいろと使えるなら、すっごい高能なハーブティーを作ってミゼ先輩に飲んでもらったりなんてどうかしら。次回も頑張ります。まあまずまず、またいつでも来てくださいね。飯島ユン、そしてヒカカータがレベルアップ、とっておきレベル上がります。遊魚もレベルアップ。とっておきレベルすごいですね。最大18なんだ。25枚使えるか、日だまりの使いは。例えばこれがアズニアンだったら、あーもう いっぱいいっぱいですね。15、シャイニングダイヤル25までいけます。しっかり練習すれば。はい、ということで今回はメインクエストを結構長い間やっていきました。もうカチコチですということで、何がカチコチなのかわからないですが、次回ですね、
もおそらくこのメインクエストを続きをやっていければと思います。また見てください。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。また説明欄にはこのキララファンタジアを遊んだ記録としてプレイリスト URL を載せております。そちらもご覧いただければ嬉しく思います。いろんなイベントもやってます。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。